ヤナとの魂好みに刻み、マナとの共演、夜明けの光、浮き沈み、この世は乗車必須、されど花となり咲き乱る王家 B-Free。 文化系トーク YouTube グランパンパースです。なかなか面白いです。これは11月1日0時に上がったニュースなんですけれども、 BMSG フェスの配信が終了してすぐに上がった感じではありまして、ちょっと寂しい部分というのを少し払拭できることもあればいいなと思いますけれども、まあサムネイルの通りですね、 BE:FIRST のジュノン君とスカイハイ社長がですね、いわゆるそのサッカーの仕事で雑誌に登場ということで、動画の公開もあるっていうこと、アベマと組むのは初じゃないかなっていうこと、それから、まあ、ここはね嬉しいようで、実はもしかしたら私たちは大変かもしれないんだが、無料配布される雑誌があってそれに載るっていうことですね。雑誌というかまあ冊子みたいな感じなんでしょうか。はい、ニュースね概要欄貼っておきますが、ちょっと読ませてもらいますね。 BE:FIRST ジュノン&スカイハイ初のサッカー談義、リフティングヒローもっていうね、そうリフティングヒローもっていうのもこれもいいっすよね。あ、動画とかの話になると思いますが、7人組ダンス&ボーカルグループ BE:FIRST のジュノンとスカイハイ社長が、まあ社長とは書いてませんが、スカイハイがスポーツ総合雑誌スポーツグラフィックナンバーとアベマが初のタッグを組み、3日、5日、6日の3日間無料で配布するナンバー渋谷編集室ビズアベマ FIFA ワールドカップ2022完全ガイドに登場すると。私があまりサッカーやんないので読んでいてね、結構いろいろと思うところがあって、ああそうなんだなって思いました。ナンバーっていうのは1980年に出たスポーツ雑誌で、かなりこうまあ老舗の雑誌ですよね。老舗、雑誌に老舗って使うかは分かんないけど、で今回はアベマですね、アベマ TV のやつですけど、あそことタッグを組むと。でこれはアベマの方でいわゆるそのワールドカップ、あのカタールのワールドカップがサッカーのやつ、これが放送されるっていうのがあるから、そこの一環でやるみたいですね。でナンバー渋谷編集室っていう形で画像も載ってますね。リンクの先行けばありますけれども、那須川天心さんとかね、松坂大輔さんとかも、松坂いるわおっていうね、いろんな人たちがいる中で初めてのサッカートーク、スカイハイとジュノンっていうことで書いてます。でこれはナンバー創刊42年の歴史上、まあ最も大きいスケールで盛り上げるため、ワールドカップを盛り上げるためにこう立ち上げたみたいなところみたいで、かなり気合が入っているようです。で、まあ、ここをいわゆるナンバー編集部ならではの、老舗雑誌の編集部ならではの深い洞察力と独自視点で発信するプロジェクトで、創刊史上初めての取り組みとなる。さすが大ベテランと言いますか、自信たっぷりなんですね。私がスポーツ雑誌を読まないのでこういう感想しかありませんが、プロレス雑誌とかは昔読んでました。デビューから1年を迎える BE:FIRST のジュノンとスカイハイによる初のサッカー談義など、本雑誌でしか読むことのできない豪華ゲストによるコンテンツが盛りだくさんという形、まあ、さっきの那須川天心選手格闘家で、で松坂大輔選手野球とかね、まあ他のアスリートとかがそういう風にいろいろと語っているところでね、でまあ大体その他のねバレエとかいわゆるスポーツの人たちが語っているみたいなところもあるようで、そこもね、例えばスポーツが好きな人には注目ポイントなのかなって思いますけど、ここの中にアーティストのね、ジュノン君とスカイハイ社長がいるというのもね、まあ、サッカーの経験者っていうところがあるのでっていうことですよね。そこの部分は面白いけど、でもなんかそういうのいいっすよね。BE:FIRST もね、スポーツ経験者多いですから、ジュノン君のサッカーがあるから、もしかしたら野球関連でレオ君とかね、あと涼希君なんかはいろいろやってますからね、そういうところも面白いのかなって思ったり、あとはスケボーで俊斗くんだったりとか、まあ、竜兵くん、颯太くんはがっつりダンスが語れるからね、ダンスもがっつりスポーツですから、
そういうところもありますね。で、龍平くん、蒼太くんはそれぞれ得意とするダンスもね、違ったりするから、まあ、今回ジュノンくんのこういうのがあったことによって、まあいろいろと今後のものっていうのもね、期待できますね。で、もしかしたらこのジュノンくんとスカイハイ社長が出るこれが非常に好評であれば、あの BMSG はさすがだねって話になってね、またそういうスポーツ系のものとかも出てくるかもしれないし、まああのあれですからね、フィラーとのコラボもありますから、まあ BE:FIRST の爽やかなイメージはスポーツ系の仕事にはぴったりですよ。まあ社長もそうだけどね、号外級の読み応えでサッカー好きもそうでない人も必見の一冊だって書いてある。で、これってあの無料配布って書いてあるけどね、どこで手に入れるんだろう。スポーツショップとかで手に入るんですかね、それか書店なんですかね。まあその辺に関してはちょっと、まあいろいろと SNS とかで探っていくしかないか。まあそれに3日からってことだから今日ではないしね。で、今日ではないって言いましたが、あの動画も上がるっていう話で2つ上がる予定になってるようですけど、あの1日の12時にはっていうので、まあこれ撮ってるの今1日の8時なんでもうすぐですね。あのジュノンとスカイハイによる初めてのサッカートーク&リフティング披露のメイキング動画が、で3日の13時には初めてのサッカートークの動画が公開される予定となっているっていうことなので、今回はですね、あのメイキング動画、今回っていうか1日がメイキング動画、そして3日の13時に初めてのサッカートークの動画っていう形でですね、こちらが非常に楽しみですね。モデルプレスさんの記事で見てるので、おそらくはモデルプレスさんの YouTube チャンネルで見れることになるんじゃないかなという気がします。なのでこれはあの盛り上げて、いわゆる数字としての結果を出すのが良いし、そうすると今回の企画もね、成功したなっていう風に編集部さんとかにも思っていただけるし、今後のいろんな仕事のつながりにも来ると思いますので、ベスティフライヤーズ頑張りましょうねっていう感じだったりします。はい、意外といろいろ語ってしまいました。そしてあのアベマ TV が今回このワールドカップをあの中継するっていうことになって、こことだから組むっていうのが実は初めてかもしれないと。スカイハイといいますか、ザ・ファーストから始まってね、 BMSG、BE:FIRST はやっぱりフールさんがね、一番こう密接といいますか、まあそういうところになりますね。で、ビバラロック以降ギャオさんともね、まああのお仕事させていただいたり、今 BE:FIRST がやっているラジオ番組ミリオンビリオンはね、ギャオプレゼンツですからね、だからそういうことになります。で、まあいろいろその今はサブスクリプションとかね、その無料であったり有料であったりの動画配信サイトがありますけど、まあアベマ TV に関しては初めてじゃないかなって思って、結構こちらはその K-POP 関連のオーディション番組とかが多くて、私がね見てたアイランドっていうオーディション番組もこちらでね見まして、むしろアイランドきっかけで結構アベマがっつり見るようになったかなっていう気がします。で、あのヒップホップ系のコンテンツも多いので結構世話になっているというか、いろいろ知識を得るのに、知見を得るのに世話になってまして、で、まあスカイハイに関してはそのアベマでやっていたヒップホップ系のあの番組で出たことはありますけれども、BE:FIRST は初めてかなっていう気がするっていうところ、およびあのアベマってテレビ朝日系と結構系列的に近しい部分があって、ちょうどね31日といいますか、スカイハイ社長がアエラでね、まあ出るわけで、アエラも朝日新聞系で、で今回アベマも朝日新聞というかテレビ朝日系と近しいところにあるので、まあ現状なかなか BE:FIRST がテレビ朝日系の番組になかなか出れなくて、なんかアメトークとかね、そういうなんか BE:FIRST 芸人みたいなのをやってくれたら面白そうだなっていう番組もあるし、なんかそういうのもあればいいと思うんですけど、ちょっとずつその歩み寄れるところから歩み寄ってきているっていう感じを私としては印象を受けるので、まあ、そういうところの一環なのかなっていう気がしますね。まあそこはちょっとまた別の話で、私の勝手な解釈ではありますけれども、まあそこも含めてなかなかいろんな意味で20にも30にも画期的な話なのではないかなと思います。まあ
その辺の調整は大人がやることなので、私たちはね、まあ、私たちは大人だけども、あの当事者たちがやることなので、私たちはねできることと言いましたら、まあ今回のこの、まあ、動画の再生もできればいいし、まあみんな普通に見るから再生はされるでしょうけど、ただ情報を知らないと再生されませんので、よかったら周りの方とかにも見せてあげてっていうところと、それから BE:FIRST や BMSG に興味ない人でも、特に男の人とかで、でもサッカーは好きっていう感じの人とか、あと例えば那須川天心さんとか松坂さんとかね、あのインタビューもあるから、そういうところもあるので、そういう部分から見てもらって、スカイハイとジュノン君の談義も読んでもらったりっていうのもいいかもしれませんしね。はい、今ちょうど BE:FIRST のツイッターが上がったんですけども、こちらですけど、あのフリーペーパー FIFA ワールドカップ2022完全ガイドですけど、まあスカイハイ社長とジュノン君が乗るやつ、無料配布っていう形ですが、やはりこれなかなか大変そうです。うん、というのが、まあ3日と5日と6日に配布されますけど、12時から17時の間、渋谷駅マークシティ周辺にて配布、準備した枚数が配布され次第終了となります。どのくらい準備されるんでしょうね。でもまあサッカーファンも行くでしょうからね、ていうかサッカーファンに本来は配布されるべきなのか、それとも新規になる可能性のあるベスティに配布されるべきなのか、まあそこはべきとかそういう話の問題じゃないですからね。12時から17時、3日ですね。3日なので BE:FIRST 的には配信もありますが、17時までだったらそこには影響しないでしょうと。ただ渋谷に行ける人だけっていうことにはなってしまうかなと。うん、まあだからやっぱりまあ、うん、これは手に入れられる人は手に入れる感じになりますかね。で、動画が上がるってことはそちらを盛り上げるっていうのがベスティ的にはベストかなと。うん、まあベスティ的にベストってなんか親父鍵みたいになっちゃったけどですね、そんな感じです。まあそちらも概要欄貼っておきますね、リンクの方も。はいはい、じゃあそんな感じでいろいろと紹介させていただきました。まあいろんなことがね、あどんどん進んでおりまして、新章だなと思います、まさに。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、グランパンパースでした。あ果てしない空